はい、龍馬電機と立会川の商店街にあります坂本龍馬の、新しい像ですね、まあ、新しいといってももう10年ぐらい経ちますけども、町を挙げてですね、坂本龍馬の、いろいろなものがあります。で後ろにね像があるんですけども、まあ、商店街になっていてですね、ここが、公園の入り口のところですね。それでこのような像が地元の龍馬会によって、作成されましたね。10年ぐらい経ちますね。もうできた時っていうか次の年ぐらいから来てるんですけど、こういう立派な、まあ、今のご時世でマスクしてますけどもね。で朝ちょっと写してたんですけど、これですね、まあいろんな像があるんですけど、これはまあ当時まだ20歳ぐらいで上京したわけですから、まあ土佐藩の下屋敷の方ですよね。でそこから、砲台のあるところまでですね、加賀屋敷まで、まあ、警備で、ここを通っていたというところで、まあ、ゆかりの地になってるんですけど、まあ、それで、まあ、世界と出会った町ということが書いてあります。まあ、これはそうですね、まあ、ここで、まあ、はっきり言って、黒船を、まあ、見たのかどうかっていうのはちょっと分かりませんけど、まあ、龍馬殿ではそのようになってますけどね、まあ、異国を非常に感じたという場所にはなってると思うんですよね。まあ、それで、世界と出会ったと、まあ、ちょっと大事になってますけど、まあ、そのような形でね、まあ、自分ではこの人はすごい筆豆の人ですから、特に実家の方の父とか姉にはですねしょっちゅう手紙書いてて、そのこの船を見たというところもはっきり書いててですね、異国の船と父親に手紙を書いてると、まあ、当時まだ20歳ぐらいでしたけども、これから京都とかいろんな地域に行きますけども、本当にまめにですね手紙を書く方だったんですよね。だからその当時の様子が、まあ、龍馬が見たというものがですね非常によく伝わると、そういうことが書いてありますよね。異国の船というのはね、やっぱり間近で見るというのはそんなにないところですからね。まあ、そもそも19歳で江戸に出てきた、上京したのは剣術修行というところでですね、来たんですけども、まあ、頼る人いないですからね、やっぱ土佐藩の関係で、この立会川の河口にあった、まあ、下屋敷、さっき言ってきたんですけど、まあ、それで警備のために加賀屋敷、との行き来をしていたと。まあ、そういう関係でこの地がですねゆかりの地ということになってますね。だからまあ像の方はね結構そうですね、今まで見てきた龍馬像の中ではそんな大きい方ではないですけども、まあ高さもそれほどないですけどね。ちょっと光の関係でこうしますか。まあまだ新しいですからね、10年経ってもこんな感じですから、まあそんなに古い土佐の方とかは結構古い像がありますけど、まだどちらかというと新しい像ですよね。まあ、先日行ってきたのは赤坂の、指定の像ですね、勝海舟との像も、あれは一番この辺では新しいかもしれませんね。まあ、その辺はちょっと、年代別に見るとあれですけど、まあ、そこはもうここはもう10年経ってるんですけど、あそこは確か3年ぐらい前だったと思いますけどね、そんなに経ってないので新しい像だったんですね。はい、坂本龍馬ゆかり立会川商店街の、坂本龍馬像からでした。